はい、皆さんこんにちは、小川仁志です。突然ですが、手塚治虫さんの火の鳥を読んだことがありますでしょうか？ブラックジャック、ドロロ、鉄腕アトム、手塚さんの作品はね、どれもすごく考えさせられるんですけれども、この火の鳥はね、もう哲学ですよ。哲学ですよ。今日はその火の鳥から得られる教訓について考えていきましょう。ご存知の方もね、多いと思いますけれども、火の鳥って永遠の命を持つ存在なんですよね。歴史上いろんな場所に現れて、不老不死をね、もたらすと言われてきたんですけれども、その火の鳥をモチーフにしてね、もう手塚さんは壮大な物語を構築しましたよ。これ文庫本だけでもね、13巻あって、黎明編からね、宇宙生命編、そしてギリシャ・ローマ編まで、様々なストーリーで構成されてるんですよね。そして全く異なる時代、全く異なる世界で、この火の鳥を巡って、実に様々な物語が展開するんですよ。その意味ではね、各ストーリーがこう地層のようにね、こういうふうにこう一応分かれてるんですけど、でもまあ地層ですからね、全体として一つのものでもあるわけですよね。断層とね、連続。だからね、時代も設定も全く異なる空間に、同じ名前の人が現れたり、子孫が現れたり、生まれ変わりの人が現れたりするわけですよ。この生まれ変わりっていう発想がね、歴史を壮大なものにするんですよね。だって私たちのね、この一回きりの人生じゃなくなっちゃうわけですから、私たちの人生を壮大なものにするって言ってもいいかもしれませんね。そもそもね、手塚さんってこう歴史は循環してるっていうふうに考えたんですよね。だから地球が滅びても、また一から生命が誕生して、人類が地球を支配するみたいなことがこれ繰り返されるわけですよ。まあ、いわゆる循環史観ですね。そうするとね、私たちの人生も、まあ、たかだかこれ100年ではなくてですね、過去も未来も含めて、とんでもないこれ時間の流れの中で捉えることになるんですよね。その極致が永遠という概念だと思うんですけれども、まあ、火の鳥に象徴されるようにね、永遠に生きるからこそ、見えてくるもの、わかるものがあるっていうんですよね。まあ、火の鳥はね、何でも知ってて、まるでこう神様みたいなこと言ったりするんですけれども、私はね、これ永遠という名の倫理なんじゃないかと思うんですよね。深いでしょ。そうなんですよ。私、この火の鳥っていう物語のね、エッセンス、これを一言で言えって言われたら、存在の深さだと思いますよ。これ命がね、永遠に続くっていうだけの意味じゃなくって、奥深さとか無限の可能性とか、あるいはこう執念の深さとか、そういう深いものを全て含んだ概念なんですよね。いや、命って濃いなぁと思いますね。で、まあ、ポイントはですね、この存在の深さっていうことに気づくと、どんないいことがあるかっていうことなんですけど、それはですね、やっぱり人生とか世の中の見方が変わるっていうことだと思うんですよね。具体的に3つまとめてみました。まず、時間や空間に縛られなくなる。どうしても私たちはね、自分の人生の時間とか住んでる場所、それを前提に物事を考えがちなんですけれども、火の鳥を読めばですね、時間とか空間という制限を超えて物事を捉えたり考えたりすることができるようになるわけです。二つ目は、あらゆる主体の視点を持てる。まあ、火の鳥ではね、人間が動物になったり、ロボットになったり、あるいは霊界の存在になったり、神のようになったりするわけですけれども、そのおかげでね、これ読むと、自分というこの限られた視点、ここから解放されるわけですね。三つ目、世界のシナリオが多様化する。もうこれはね、手塚さんの想像力に追うところが大きいんですけれども、歴史も一つじゃなくてね、いろんな筋書きがあり得るんじゃないかなっていうふうにね、こう思えてくるんですよね。それによってね、過去も未来も様々なシナリオが考えられるようになります。さて、いかがでしたでしょうか。火の鳥をね、ご存知ない方も、そして昔読んだけども細かいこと忘れたっていう方も、これを機にぜひもう一度読んでみることをお勧めします。きっとあなたの人生観が変わりますよ。それでは今日はこの辺で、あなたの人生に哲学を。